今から新年ガチャトーナメント始めます。今回はですね、特殊ルールを入れた、ポケカのトーナメントでございます。特殊ルール、はい、1ターンにですね、はい、何回でもエネルギーを手張りすることができるルールです。嬉しい、いよいよ条件プリーゲーム性崩壊、はい、マジであのゲーム性は崩壊します。特殊エネルギーだろうが、基本エネルギーだろうが、まあ何枚でもね、つきれるから、嬉しい。まあこのルールを考えた時にね、俺が、まあ、アイノセンスさんのエネ型デッキとかが輝くんじゃないかと、そう思ったわけなんですよ。そうだよ、ね、で、その中でも、エネが何回でも張れる環境のメタカードとかを入れてくるやつとかがいるわけですよ。まあそういうのも楽しみましょう。はい、ということで、ここにですね、神王の仲間たちとガラの仲間たちのカードがあります。おこれをシャッフルしますんで、また取ってください。じゃあ、ナナコさん取ってください。はい。はい、どうぞ。このカード。はい。はい。俺は、はい、ガラル。ガラル。神王。神王。はい、どっち？繁盛。はい、神王。はい、ナナコさん。はい、ガラル。ガラル。いいですね。やりましょうか。やりましょう。さあ、それじゃあ、ナナコさん。はい。やりましょうか、対戦でございます。対戦よろしくお願いいたします。自信はありますか？あのですね、僕、あの、前回の新年ガチャトーナメントで、はい。ルギア繁盛にボコられたんで、はいはいはい、目が覚めました。あ、何？遊びじゃねえと。なるほど。新年ガチャトーナメントこれガチモンだと思って、はい、今日勝つためのデッキ組んできました。あ、なるほどね。自信あります。それはやばいですね、はい、やりますか。じゃあ行きましょう。はい、最初はグーじゃんけん、はい、オーケー。ここかー、これ高校が最高に有利なんです。このルールは高校がいきなり攻撃できるんで圧倒的に有利です。高校ゲーだよな、マジで。頑張ってね。せーの、キムに決めた。キムに決めた。デクロム、リアルがデクロム、はい、ディアルガ、なるほど、俺だったら行きます。どうします、ディアルガ。どうします、ディアルガ。ちょっと待って、ディアルガ。もしかしてお前と同じようにたどり着いてから。スピード神のエネルギーです。はい、どうぞ。2枚引きます。同じ方、同じ方なの。強いな、それ。これはなかなか怖いですね。じゃあディアルガにさらに手張りします。さらにディアルガに手張りします。スピード神のエネルギー強すぎる。はい、じゃあこれで、挽回します。じゃあまず行きましょう。キャプチャーエネルギーを発して。はい、オッケーです。中から種ポケを打ってますよ、こいつら。いいね、あれだな、七子さん、マジでこれさ、はい、鋼軸だったらあるよね、これ。お前、同じところにたどり着いてるじゃん。ふざけんなよ、ミラーじゃねえか。じゃあまずディアルガに3枚鋼エネルギーを発して。うわー、それズルだろお前。セレナを使ってこれ2枚トラッシュして3、4、5枚。頑張れ、ヤマさん。お、いけるか。エネルギーだ。お、エネが引けなかった。エネ引けないんだろ。エネが引けないだと。ディアルガもしかして殴れない。おい、エネ少なかったんじゃないのか。エネが足りない。おい、じゃあまずクイックボールで、はい、ツツジを落として、めちゃくちゃ手札言ってるよ。はい、全ディアルガは前に出しておいて、はい、もうこっちに持ってくるのはビッパ。なるほど。ちゃんといいコード入ってますね。で、ディアルガにメタルブラスト。はい、120打点。120! おこいつ、俺今高校と先行の有利不利ひっくり返りました。これいけるぞ、はい、俺の前いきます。どうぞ。ドローさせてもらいます。130ならちょっと強いな。じゃあまずオーロラエネルギーを張ります、はい、お嬢様落とします。はい、そんな入ってんの。で、お嬢様エネルギー、基本エネルギー4枚持ってくれるから、そのまま4枚加速できるんで。なるほど。で、基本鋼エネルギー張っていいですね。そのまま博士の研究でオーロラエネルギー落として7枚引きます。はい、1、2、3、4、5、6、7。俺もここで動けるか。エネルギーがなかったら、まあそうね。ああ、まあちゃんとさすがにありますね。ビーダルに、進化します。これめっちゃ強い。はい、進化のお香を使います。はい、進化のお香で進化までする。オリジンディアルが、V スターをそのまま持ってきて進化させます。はい、さらにスピード雷エネルギーつけます。2枚ドローできます。これやばいな。2枚やばくね。これ強力なぞ。スピード雷エネルギー最強なんだな。オーロラエネルギー貼ります。オーロラエネルギーで、鋼エネルギー落とします。で、さらにオーロラエネルギー貼ります。どんだけ貼るんだこいつ。怪しい。落とします。で、ビーダルの特性使います。やば、3枚ドローします。強すぎる。こいつが考えたんだよ、このルール。はい、ゼクロム出します。スピード雷エネルギー2枚、引きます。雷エネルギーつけます。トモを操ってます。トモを返せ。じゃあこのままワイルドショック。あ、待って、ワイルドショックしたら俺これ死ぬぞ、よく考えたら。あー、そっか、自分もダメージ食う。自分もダメージ受ける。バカポケモンや。バカバカすぎる。ダメージ受ける。え、
待って、急にしんどくなった、忘れてた、その子が逃げ、後ろのジスラムで攻撃も一応できるのか。逃げます、ここ逃げます、はい、3連で、ね、逃げ3連で逃げます。こちら出します。はい、スタークロス。うわそれやりたかったのよ俺。1、3、4、5、はい、2連で行って、最後1枚取って、やばい、追加攻撃、俺のターン、ドロー。1回俺のターン。でもそれやりたかったな俺も。いや俺のターン。そうやね。ギアルが V 前に出てきた。え、強っ、めちゃくちゃ強くねえかこれ普通に。お前のデッキ強くね。あ、カスカルはこれハイパーボールで、進化の光とセレナ落としますわ。これビーダルまた使えるんですよね。はい、そうですね、ビーダル使えますねこれは。ポケモンデッキ。ライコン持ってきます。ライコンを追ってきて、ガチ強いってこいつ。ライコンに基本から一番勝ちにしてる。博士の元気使います。超強い。7枚です。1、2、3、4、5、6、7。強いしよこいつの方が。俺はつまんない。スピード感のエネルギーつけます。このポケか。なんでエネルギーいっぱい張れんだよ。おかしいって。なんだよこのデッキ。じゃあこれで、鋼エネルギーをライコーにつけます。じゃあどうもメダルマストで240点です。楽しい。すげえ楽しいね。すげえ楽しいね。あー、七子さんが僕の番です。ごめんなさい。七子さんごめんて。元気なくなっちゃった。七子さん俺2回来た。うまい、いいね。ナナコさんも多分入ってる。いやでも、でも同じところにたどり着いてるから、ちゃんと。ナナコさん、お、ディアルガでまくろうっていう。ディアルガ僕も思いついたよ。俺もディアルガ使うか迷ってた。あ、みんな思いついてた。ナナコさん、ボスの指令。あ、ボスの指令、はい、どこでしょう。ビーダル。ビーダル、オッケーです、わかりました、ビーダルです。はい、貼ってメタルコーティング。メタルコーティング。メタルコーティングはトラシカの鋼エネルギーを2枚まで選ぶことができる。イエーイ。バン終わりますよね。終わります。強い。どうぞ。俺のターンにはスワローさん。何もしなくていいや。なんと2円で貼ります。このルール、このルール、2円で貼って、このまま2円で貼ってリアルガン前出します。はい、歌います。どれほど良かったでしょう。この場面にはビッパが一人。おぉ、俺死んでやるから、ウィットまでやまで用意してる。違う、いった、遅かった。いた、こだわり見ると。もうビッパの上乗せてもいいんじゃないの。あのターンドローします。氷っぽ出して、すぐからワンパス出す。博士の研究室。異常進化。はいです。こいつロケットなんだろ。こいつロケットなんだ。なんかもう、細胞をどうのこうのして、なんとかしてくださった。行くぞ、メダルブラスター。280点のダメージ。ディアルガでも関係ねえよ。まあでもね、しょうがないですよ。このルールは、一方的な展開になりがちなんですよ。七尾さん、ちょっと、あ、出直してきてもらって。うわー、悔しい。マジかよ。勝った方が強い。俺、手こらないようにビーダルも入れてきたし、輝く月光から叩いてんだよ。なんでこうなっちゃうの。まあ、七尾さん、はい、今回は、はい、同じディアルガですが、はい、僕ですね、実は七尾さんガチで考えたってじゃないですか、はい、僕実はポケモンカードの公式サイトで、現状今あるポケモン3700枚のカードすべて96ページ全部確認して、あ、これがいいな、あれがいいなっていう候補デッキ3つぐらい用意したんですよ。あなたと違えんだよ。僕のガチです。Bの髪のエネルギー最強。鋼タイプだけは全部見た。鋼タイプのポケモンは全部調べた。はい、ということで以上です。お疲れ様です。いや素晴らしい。